とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。今、俺が装備してる武器、ソーブレードですね。これって、釣竿と合わせて使うと、無限ダイナモができて、ものすごく強いんですよ。でも、この無限ダイナモ、釣竿なしでも、使えるんですよね。これは知らなかった。教えてくれた方、ありがとうございます。で、使い方ですけども、攻撃をした後、ほんの数秒でもないな。0. 何秒後ぐらいに、アーティファクトを使う。そうすると成功します。ちょっと難しいんだよね。攻撃をした後すぐに、アーティファクトを使う。同時に使うとダメです。同時じゃダメ。ポポンって打つ。ポポンって。やってみますね。羽を使います。攻撃をしてすぐに羽。そうすると、ダイナモが切れません。今20のまんまだね。もう一回いきます。こんな感じです。これ羽じゃなくって、キノコとか、カバンとか、他のアーティファクトでもいきます。次、カバンでいきますね。こんな感じです。ちょっとね、若干の慣れは必要かもしれませんけども、まあ、すぐできるようになると思います。で、注意点がありまして、攻撃をしていくと、武器が熱くなりますよね。その熱くなるところまで攻撃をしないと、ダイナモが切れてしまいます。やってみましょうか。ダイナモ、鳴ってます。離します。そうすると、ダイナモが切れますよね。なので、必ず、武器が熱くなるまで攻撃をしてください。そうするとダイナモは切れません。うん、なかなか難しいよね。その間ずっと攻撃をしていかないといけないので、まあ、なのでキノコを使っとくといいですね。キノコを使うと、攻撃の間隔が短くなるので、熱くなるのも早くなります。なのでこれを使うにあたってはキノコを使っていった方がいいのかな。まあ、ボスだったらば、ずっと攻撃しておいてもいいのかな？うん、速攻で倒せるんで。まあ、とりあえず、ボスでちょっと試してみましょう。それでは、行きましょうか。20溜まってまーす。キノコはなしで行きますね。行け！早っ！これキノコ使って途中で止めても、全然、速攻で倒せますね。うん。これ、アポカリプスプラス25の、ムーシュルームモンスターズですね。かなり HP 高いです。あれをこのスピードで倒せるので、まあまあ、キノコを使ってやっていっても大丈夫ですね。はいはいはい。で、一個ね、途中で気づいた注意点がありまして、敵を、3体ぐらい同時に攻撃をすると、切れます。うん。なので多分ね、複数体を、同時にやるとダメみたいなので、ボスと1対1で戦うときに、使うといいです。なので雑魚敵を呼ぶボスとかは、これちょっと使えないっぽいですね。うん。1対1で戦うボスだったらば、全然大丈夫みたいなので、ぜひ試してみてください。ほんとね、同時じゃなくて、ポポンって打つ感じですね。ちょっと音を、拾えるかな、マイクで。行ってみますね。こんな感じ。今ぐらいの感じで打ってください。行きます。大丈夫かな？わからん。マイクで拾えてるかがわかんないですけども、パパって打つようにしてみてください。成功すると思います。はい。では、今日はコメントありがとうございました。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。